はい、今日は、ね、ここにハイドさんがずっとねトライをしてました。衛星海中博覧会、ね、ガシャポンがありますので、私もねトライしてみたいと思います。でね、今日はね3回だけねトライしてみたいと思います。はい、それじゃあね、まず1回目いきたいと思います。私はねこの実はスズメバチが欲しいんですけど、ハイドさんはねこの黒ゴキブリが欲しいって言ってました。はい、行きます。じゃじゃーん。はい、何が当たるでしょうか。はい、じゃあね早速これを剥いてみたいと思います。さあ1個目何かな。あと1個。じゃじゃーん。はい、私がね欲しいって言ってたスズメバチ、1回目でした。それじゃあ2回目いってみたいと思います。はい、2個目いきました。はい、じゃあ2個目ね開けていきたいと思います。開かない、硬いもんね、硬い、取れない、強引に開けないと取れない。ほい、よし、じゃじゃーん。ハエが当たりました。ハエが、はい、そしたらね最後の3回目ね行きたいと思います。ラスト、一応ねスズメバチ当たったんだよね。最後ねこのハイドさんが狙ってた黒ゴキブリね出るかどうかね。はい、3つ目いきました。はい、最後のね3つ目ね開けていきたいと思います。これ硬くて開かないよね。よし、さあ何が当たるか。じゃじゃーん、ハエ。ということで、ハイドさんがリベンジをしようとした黒ゴキブリが出ませんでした。残念。ジジコモの動画、ギャギャギャ。はい、ということでね、衛星害虫博覧会ね3回やってみましたけども、結局ねハイドさんが欲しかったこの黒ゴキブリは出ませんでした。私も次回リベンジしたいと思います。